はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。ヒデ坊様、フレーゲル男爵様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただきまして誠に誠にありがとうございます。ありがたく頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。チャンネル登録、メール登院登録よろしくお願いします。11月23日、新大阪駅周辺の店で午後3時から午後5時の間、メール登院限定懇親会、やります。時間空けといてください。頭の中で常に音楽が鳴っているイヤーワーム、発達障害の ADHD と関係があるそうなんですけれども、私は考え事がない時に割とこれなんですけれども、皆さんはいかがでしょうか。エレベーターに乗ってる時とか、タクシーに乗ってる時とか、ぼーっとしてる時割とこれなんですけれども、どのぐらいの方がこれなのか知りたいんでコメントで教えてください。よろしくお願いいたします。 NHK ネット聴衆がワンクリック詐欺だと話題になっておりました。同意する、ワンクリックで受信契約開始、クリックして契約手続きを取らないと割増金が発生する、クリックした瞬間から割増金が発生する、間違ってクリックしてもですね、同意するを取り消せない、取り消せない、解約にはNHK を視聴できる端末を何も持っていないことを何らかの形で示していただくので、スマホやパソコン捨てるしかない、あるいは携帯の契約を解除するしかないっていうですね、プロバイダーの契約解除とか、NHK 受信料は番組視聴の対価ではなく NHK 存続のための負担金、入ったりやめたりが簡単にできるのは受信料制度を毀損する、知らねえよそんなの話でね、世論です。契約の概念から法解釈で変えるの、解約させません。 by 日本犯罪者協会、スマホの発展にお前らメインで貢献したわけでもないのに何受信料とか当然のように取ろうとしてるわけ、昔の詐欺サイトみたいなことやってて笑う。 NHK が視聴できないスマホ出したら嬉しそう。クーリングオフ期間ゼロ、アカウント削除もできないとは、ワンクリック詐欺からのクリーニングオフ拒否、絶対同意しない、これしかない、広域指定暴力団、解約したいという意思表示だけで解約できないって明らかにおかしいよね。ワンクリック詐欺でも救済されるのに NHK と来たら、そもそもネットは通信で放送じゃない、結局スマホ持ってたら強制契約狙ってるじゃないか、やること反射と変わらんな。いずれはですね、同意するをクリックしなくてもスマホ買った時点でセットで NHK 契約がついてくるように法改正するでしょうね。パソコンだったらプロバイダ料金に上乗せ強制徴収とかね、スマホ1台1契約取れるから安くしてもテレビより1世帯1契約のテレビよりも、いいんじゃないでしょうか。 NHK にしてみれば、総務大臣がバカ面下げた村上誠一郎だから騙すの簡単でしょう。受信料は番組視聴の対価ではなく NHK 存続のための負担金、存続しなくていいよね、 NHK なくなっていいよね。なんで自分らがそんな存続しなければならない、団体だみたいに思ってんでしょうね。存続しなくていいよね。テレビ局なんか全部なくても困んねえよ。テレビ捨てて20年全く私困ってませんし、精神も安定しますよ。ふざけてますね。選挙開始で高市さんに応援演説依頼殺到、ジャーナリストの岩田明子さん、テレビ番組でもう100人以上から岸田派からも来てびっくり、みんななりふり構わずになるんですよ、当選したいだから、世論です。厚かましいにも程がある、恥知らずの議員の名前が知りたいな、石破信次郎に頼めよ。高市さんはそんな暇人ではない、どうせ選挙終わったら反高市に回って、石破岸田のごまする連中ばっかりでしょう。宏池会は昔から厚顔無恥ですから、石破に投票した稲田さんもって話ですよね。断られたそうですが、そうなんだ。時間削って高市さんの選挙活動を妨害するのが目的でしょう。岸田、決選投票では自民党員票1位に投票する、高市さん1位だったが発言簡単に破って石破に投票しましたね、卑怯な腹黒メガネは。岸田は党員票1位は確実に石破って思ってたんでしょうけども、情弱なんだよね結局は。岸田派なんか応援しても簡単に裏切られるの目に見えてますからね。公家気質の岸田派宏池会は自分ら特別だと思ってるから人のもん感じねえんですよね。やってもらって当然って思ってるような連中ばっかだ。
それよりも自分に投票してくれた議員優先で回ってほしい。今無役なんだから、高市さんは、公認取り消された、萩生田さんとかどこ行ってもいいじゃない。別に、石破に投票したことが分かってる稲田朋美もずうずうしく頼んで断られた。そうですね、ざま、お前もう二度とね、女性活躍がとは言うなよって話でね。立憲野田佳彦代表、一律 20% の金融所得課税について、経済同友会幹事も 25% ぐらいで良いと言っている。税率を高めることはあり得る。今まで法人税引き下げ競争をやりすぎた。引き上げる余地がある。所得税累進化を図っていくべきだ。一貫して増税路線ですね。選挙勝つ気ねえだろこいつ。こいつが消費税を5から10に倍増させたの忘れませんからね。世論です。頭おかしいなこいつ。財務省に洗脳されてる。おいおい、立憲増税倒産。何が何でも日本人から金を巻き上げたい財務省。日本国民に経済制裁。この人は財務真理教なんだろうね。頭悪そう。岸田は増税メガネと言われてたのに、野田は増税豚とは言わないのか。政権交代断固拒否の強い意志を感じる。マジで政権取る気ない発言にしか聞こえない。何の責任もなくヤジ飛ばしたり批判してる方が楽だしな。日経また暴落しちゃうじゃん。総裁選前の石破、法人税上げる余地がある。金利が今のままでいいとは思わない。総裁に決まった瞬間に日経平均が2000円以上下落の石破ショック発生で、これら2つを引っ込めたが、未だに似たようなこと言ってんねん増税豚は。金融所得課税が20から25は実は岸田も言ってたんですよね。引っ込めたけど、財務省からの指示でもあるんですかね。野田佳彦は財務省に命に関わる弱みでも握られてるのかってほど財務省の代弁者ですよ。消費税を5から10に倍増させたのがその証拠。多分ですね、落選してた浪人時代、収入ない時代に千葉の民団に食わしてもらってた証拠でも逃げられてるんですかね。それともなんかもっと違う弱みでもね。支持率が自民の3分の1程度だから決して実現しないですけどね。実現しないなら選挙用にですね、任徳天皇見習って3年間無税にしますぐらいのことをなんで言わないんだろうね。一体誰に向けての発言なのこの増税は。財務省のご機嫌取ってるんですかね。令和山本太郎、緊急入院で、なんで入院かは明かさず。これ、今、見たら、アナフィキジンマシン、なんかのアレルギーだ、いうことで、念のため入院してて、もう退院したそうでありますけれども、世論です。昨日の夜まで元気にテレビに出てたんだけどね、大石の不記載を突っ込まれたくないからかな。そりゃ5000円のうなぎ弁当食ってるのバレたら、令和信者の前に顔出せんわな。ご冥福をお許しです。うなぎに当たったのかな。同情誘う戦略か。そろそろ信者は目が覚めたか。高いうなぎになっちゃったな。安倍さんの難病を罵しさんだから、どんな言い訳もできないぞ。うなぎで炎上したから逃げたんだろう。一生入院してろ。奇跡のサプライズ復活で支援者大号泣の演出。山本太郎なんか新作どうでもいいんで感想は別にないんですけど、こいつは正月も松葉杖ついてたから仮病癖があるのかもしれないですね。フジテレビイットでありえない字幕ミス、愛子様が視察されている。視察は見て回る視察を、ご変換したみたいなんですけども、世論です。わざとだろ、フジだからわざとだろ。超えちゃいけないラインを超えている。制作現場に日本人がいないからこうなる。韓国人スタッフがやったんだろう。京都県とかテロップ出しちゃうとこだから。担当者は今頃国外逃亡か。戦前なら担当者と上司は死刑。とうとう皇族への害を隠さなくなったのね。 NHK の中国職員と同じくわざとだな。これでもスポンサー降りない企業はそういうことなんだよね。フジテレビのスポンサーは日本の敵だよ。故意である証拠にスポンサー関連だと絶対間違いないんだよねこいつら。もう電波返して会議をしろ。タモリ、スタッフが外国人ばかりになって意思疎通がいいとも交番。現場にいよいよ日本人がいないんでしょうね。変な漢字使ってる中国人スタッフか、国民を愚民にしたくて漢字廃止した韓国人スタッフか、故意だとしたらゾッとしますね。フジテレビ早く潰れろ。シーカズを神戸で訴え、若い方々が次々足を止めて聞いてくださいました。感謝します。それがこの写真でですね、写真には63以上ばかりが写ってました。世論です。どこに若い人がおるんや。画像からして平均65円。日本共産党の腕章をつけたジジイばっかりなんだけど、70歳以下は若造。
共産党の言う若いは60歳代のことです。じいさんはまだまだ若いね的な意味。若い、比較的。交差点でやってて赤信号で止まっただけやろ。やってて惨めにならないのかね。珍獣を見ている感覚なんだろう。運悪く共産党系の外線やチラシ配りなどに通りがかっちゃったら、目が合うとですね、しつこく話しかけられてチラシを押し付けてくるので目合わせてはいけません。今日の単身です。10月6日、江東区の大空幸喜広報、小泉進次郎選対本部長が応援演説。目の前に迫った衆院選の選挙、衆議院の選挙、なんとかして大空さんを勝たせたい、事前運動でアウトと話題になっておりました。公示前にですね、衆院選に立候補しますはアウトです。立候補する予定ですはギリギリセーフ。投票よろしくお願いします、アウト。公示前の投票呼びかけは禁止されてます。目の前に迫った衆議院の選挙、何としても大空さんを勝たせたい、完全にアウトですね。選対本部長がバカってどういう気持ちでしょうね。バカ進次郎のことだから、共産党のようにですね、悪意を持って組織ぐるみ意図的に選挙違反したわけではないと思われますけれども、福岡市中央区でふらつくキックボードを職質したところ泥酔していたので会社員の男27歳を逮捕。電動キックボードは飲酒しても乗れるもんだと認識していた。だって、自転車も飲酒運転ダメですからね。3年以下の懲役または50万円以下の罰金に厳罰化されました。で、皆様もくれぐれもご注意を。この捕まった男、キックボード飲酒運転も自転車に準じた系になるんだろうな。罰金で済めばいいですけどね。というわけで、チャンネル登録よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。